株式会社 DSP メディアは、大韓民国ソウル市に本社を置く、総合エンターテインメント会社、芸能事務所。事業内容は、音盤制作及び、企画、優先、無線コンテンツ事業、放送コンテンツの企画及び制作など。同社の前身は、現在も代表を務める伊保ンが1991年に、設立した、テソン企画である。 1999年には DSP エンターテインメント2008年に現在の DSP メディアへと社名を変更する。イホヨンは1988年に販売企画社長の誘いをきっかけに芸能マネジメントの世界に入り、ソバンチャやユヨルといった歌詞を発掘した。その後はザム、アイドル、セックスキース、フィン、KL、クリック B にシャイ。 A ショートと日、SS501 から、レインボー、A、ジャックス、エープリル、カードといったアイドルグループを次々と世に送り出してきた。これらのグループは、SM エンターテインメント所属のグループと、ライバル関係にあると世間では見られることが多い。HOT と ZEX カイス、SES と FIN、KL、神話と、クリック B、東方新規と SS501。 少女時代とからはそれぞれデビュー時期からして対抗馬的な存在である。特に90年代後半には HOT の5人に対して z クスカイスの6人、SES の3人に対しフィン、KL の4人、神話の6人に対してクリック B の7人と SM のグループより一人多いメンバー構成でデビューさせてきた。そのため DSP は常に SM の後追いばかりしていて2番戦時だと皮にられることもたびたびあるが、それでも後発グループでありながら SM 所属グループと対等に近い存在のグループを次々と作り出す力には定評がある。それと DSP が韓国で初めて試みたものも多い。まず、日本のアイドルのシステムを導入して消防車とザムをヒットさせた。消防車は韓国で 初のアイドルグループと呼ばれ、ザブは韓国初の男女混成グループである。以後、1996年には14から15歳の中学生で構成されたデュオアイドルを排出し、歌手の平均年齢を大幅に下げた。セックスキースのブラックキスとホワイトキスはアイドルユニットの始まりで、ピンクルは4人4色で完全にグループ内の色別を担当した構成があり、 クリック B は韓国で初のバンド型アイドルであった。韓国でアイドルグループをヒットさせたのは SM エンターテインメントよりも DSP が先である。同社は2000年頃に中国で起こった韓流ブームの時は海外進出にはあまり積極的ではなかったが2004年以降の日本での韓流ブームや東方新規の日本進出を受け積極的な方針に転換する。 2006年には、日本法人、DSP エンターテイメントジャパン、現、ズッミディジャパンを設立し、イホヨンの旧知の高和彦が、代表取締役として、SS501 を日本へ進出させた。この時の高のノウハウや人脈は、後の後輩、からの日本進出成功に生かされることになり、続いて、レインボーを日本へ進出させた。イホヨンは敏腕で、 非常に熱い性格であるという評判が多いようで、元フィーン、KL の孫ゆりとゼックスカイスのウンジボンが、テレビのバラエティ番組で、専属契約書自体、存在しなかったと証言しているほど、彼を信頼していたのだという。しかし、2010年3月にはイホ4が、脳卒中で入院し、彼の妻が事実上の責任者となった。イホ4の片腕だった理事も独立したという。 2011年1月にカラのメンバー3人が専属契約解除を求めた事件は、イホ4が不在であるため、仕事や収入に関する不満に関して、DSP 側との対話がうまく成り立たなくなったのも原因の一つであるとされている。同社は音楽制作が中心の DSP レコーディングと映像制作が専門の DSP プロダクションに分かれており、 映像制作では、下界、ポンダルヒや、マイガールなどのドラマを手掛けている。事務所は一軒家をリフォームし、レコーディングスタジオ、レッスンルームを備える。2018年2月14日、イホヨン社長は、長い闘病生活の末、64歳で死去した。所属アイドルとしては、2019年プロデュース X101 に出演した、ソンドンピョが有名。 最後まで脱落せず、最終順位6位で、見事、X1 として、デビューを果たした。2021年3月17日、7人組、ボーイズグループミライがデビューした。ありがとうございます。